はい、皆さんおはようございます。ねえ、この間、この動画でですね、フィリピンの行った話をしたときにですね、別にこれ皆さんにあんまり関係ないからね、その件については触れないようにしたんですけど、なんか、やたらと皆さんからですね、その話聞きたいって話があったんで、どうしようかなと思ったんだけど、まあ、とりあえずね、ご興味ある方がすげえいっぱいいたから、ね、ちょっとお話をさせていただきますとね、実は5月にはですね、この、ね、当社で持ってる、カモメ飛ぶ号っていうね、日本造船史上、一番まだ大きい、ね、60フィートのヨットがあるんですよ。で、これはリクルートの江副さんが、建造したものをですね、私どもでね、買い取って。で、まあ、本当はこのね、地域の、せっかくね、三浦市に海があって、で、そこでは、釣りだとかね、そういう、マリンレジャーが盛んだから、まあ、せっかくなので、今度はセーリングっていうね、ものの文化っていうのが、まあね、大体ヨットのオーナーさんって見ながら、ね、高齢化進んじゃってるから、若い人たちにね、このセーリングの楽しさをね、知らしめて、さらにね、このね、前回のね、東京オリンピックでもね、セーリングは、江ノ島とこのね、岬の間で行われたわけでしょ？だったら、まあそういうものをね、少し広めたらいいんじゃないかってんで、うちが買ってね、三浦市と、その、ウラリというね、海業公社で運営をするっていうことで、買って持ってきたんだけど、いきなり海が 置けない形になっちゃって、で、どうすんのよって話になってですね、まあ結果的に、まあしょうがないんでね、違うマリーナですね、まあベラシスっていうところに置かしてもらって、で、結果的に、そこでね、いろいろ、使ってはいたんだけど、このね、パラオレースっていうのが3年半くらい前にね、行われまして、で、その時に、とりあえず、国際レースっていうのがもうしばらく行われてなくて、で、その国際レースに、出廷できる船のライセンスがあるんですね。で、それってほとんどもう持ってない状態だったからっていうんで、うちの船が、とりあえず出せるっていうんで、よし、じゃあ、ね、出しましょうって出したんですよ。で、その出して、行ったところ、もうそのね、前半の時に強風が吹いてですね、うちの船のマストとね、セールがちょっと、やばいことになって、一応完走はしたんだけど、まあ、これを直さなきゃいけないってことで、じゃあ、パラオから、フィリピンに寄って、で、バスと、ね、と、その、セールを直して、1週間くらい直るっていうんで、直して、そのまま日本に帰ってくる予定だったんですよ。そしたら、修理入って途端にこのロックダウンでしょ？もう動かせないんですよ。で、結局、まあ3年くらい、一応、スービックベイヨットクラブってとこに、置いてあって、で、結局もうね、最初のうちはもうこっちのベラスにお金払ってたんだけど、まあ年間500万くらい、ただ止めとくだけでお金かかるんで、で、向こうはね、1万6千リラくらいだから、ペソか、ペソだから、4、5万なのか、ね、で済んじゃうわけよ。なんだ、じゃあ安いじゃんってことで、まあ、結果的にね、そこに入れて、で、まあ、たまたま、まあ、名前は言わねえけどさ、うちのね、船を、任してた船長がいいんですよ。で、その船長が、向こうでね、結局、人を雇って、それで、維持管理をするっていうんで、で、やらしてたんですよ。で、だから、何かこういうのが開けるんですって、お金くださいって言うからお金渡してあげたり、もうそれをね、彼が、向こうに送金して、支払いをしたりしてることになってたわけ。ね、ことに。それで、去年の、9月かなに、一応、8月か。8月に、こっち持ってこれるっていうから、ね、そしたらわざわざさ、自分のね、友達みたいな人いるんですよ。で、それを2人連れて、で、向こうに渡って、持ってくることになったわけ。ところがさ、なんだかんだで、事情があってね、持ってこれないと。
いうことで、そのわざわざその連れてった二人の分までね、生活費から何からさ、ね、うちの方で持ってあげてたわけ。で、だったらさ、ね、自分が最初に行ったんだから、持ってこれるっていうことで二人を呼んだはずなのに、ね、なんとか知らないけど、ね、一ヶ月も一ヶ月半も滞在して、結果的に持ってこれませんみたいなことになって、で、まあ、それはそれでね、まあ、いろんな言い訳を言ってたから、しょうがないなと思っていて、で、まあ、今回はね、一応僕は行って、現地で確認して、で、5月に一応ね、帰ってくるというようなことを打ち合わせしようっていうことで、現地で、に行ったんですよ。で、その、現地に行った時に、まあ、結局彼もお金がね、ないっていうから、100万円先にね、振り込んでさ、その、最初の経費としてね、払ってあげたわけ。でさ、これ、こっからが面白いですよ。いきなりそのスービックヨットベイ、スービックベイヨットクラブっていうのは、宿泊施設があるわけ。で、これ結構なホテルなんですよ。それで、レストランが2つもあってね、で、チャイニーズと、イタリアンかな。で、あとプールもあるし、あとプールバーもあったりして、もう結構ね、格式高いホテルだけよ。で、あ、これいいじゃんと思ってね。で、まあ、たまたま、ね、うちの CF1 の、ね、社員のマシコ君っていうのがいるんだけど、その奥さんがフィリピンの方でね、で、その親戚が向こうにいるから、で、その人に全部ね、今回の件はお願いして、で、レンタカーとか用意してもらって、で、僕たちをね、その、マニラで、について、ね、マニラから、車でさ、スービックベイまで連れてってくれて、それで、チェックインなんかも全部通訳してくれるわけ。もう日本語ペラペラだからさ、通訳してもらったわけ。で、その一番最初に行ったら、受付で、ね、カモメトボのオーナーの倉橋ですと、ね、いうことで、いや、本当にこの度ありがとうございましたって挨拶したわけよ。そしたら、僕の、ね、フロントショー、はぁ、みたいな。え？オーナーは倉橋じゃないと言ってるわけ。いやいや、ね、前にね、その申請書を出したときに、その、今の村船長がね、この書類を出したときに、間違えた申告書だったから、ね、オーナーはお前じゃないよって、ね、倉橋だからねって言って、あ、わかりましたって言って、で、それで、その書類を出したはずなのに、いきなりさ、オーナーは、ね、その、K ってやつなんだよ。ね、で、その、え？と思って、で、ちょっと、それって、なんかの間違いじゃないかって言ったら、いや、間違いじゃないということで、で、まあ、結局ね、まあ、オーナーだから、ね、オーナーの関連する人は、まあ、2割引きとか3割引きのね、特典があるわけよ。で、その特典はついてたわけ。で、だけどね、こっちも気に障ったからさ、ちょっと申し訳ないけど、明日ね、マネージャー呼んでくれって言って、で、その翌日に、マネージャーね、朝から忙しいのにさ、来てくれて、で、僕なんか朝食してる間に来てくれてさ、で、そのね、メディアンっていうね、その、そのね、親戚の子が全部ね、通訳してくれて、話してたら、いやいや、書類を持ってきてくれて、いや、違いますよと、こうなってますと。で、オーナーは、間違いなく、K ですって言うわけ。で、違うよって、じゃあこれちょっと金、悪いけど間違えてるから、直してくれたら、いや、この K の承諾がないとダメだっていうわけよ。あ、いいよいいよ。ね、どうせ6日の日に会うから、ね、ということで、4日の日に行って、ね、6日の日は、ね、とりあえずファミリーみんなで行ったから、ね、久々にその、ね、カモメと部号で、フィリピンの海をね、楽しんで、で、7日の日は打ち合わせをして、で、日本に帰るね、準備をね、することになってたわけ。だから、6日に来るから、じゃあその時は話するわ、なんつって言ったら、ね、その、いろんなことが分かってきて、で、さ、ボートボーイってね、雇ってると思うんだけど、その人ってのは、このマリーナ出入りできんのって言ったら、ね、え、そんな人いませんよってわけよ。え、でもさ、毎月ね、7万円何がしてもお金払ってんだけどねって言ったら、いや、それはなんか、K が勝手にやってんじゃないですかみたいになってて、それで、その、マリーナを出入りするね、人っていうのは、その、K と、もう一人、女性の人ってわけよ。で、その人にカードを与えてるってわけ。で、この人が月に何回か、ね、来てますね、なんつって、その出入りのあれもさ、もう向こうはね、すごいですよ。もう、ホテルの入り口、ね、この、ヨットクラブの入り口にはもう、門番がいてさ、もう、銃持ってるんだよ。ね、それで、不審な奴は入れないし、許可のない奴は入れないようになってて、で、あと、さらに、この船に入るね、桟橋のところにもチェックがあって、それはもう、
オーナーかスタッフのカードをかざないと入れないんだよ。だけど、そのカードってのはこの K っていうのと、その女性の人なんだよ。で、この女性の人ってのは何？ね、どんな人かわかりますか？いやいや、そこ、ね、K さんの彼女ですよって。で、この人が、何？じゃあ、船とか掃除とかしてくれてんのかねって言ったら、いや、それはわかんないけど、月に何回かね、友達呼んで、うちの船でパーティーやってるって言ったよ。カチッとってさ。それで、じゃあ今まで俺払ってた金何だったのって言って、それで、たまたまその話になって、まあ、事情を説明したら、まあ、前のキャプテンっていうのがね、いるんですよと。フィリピンのね、キャプテンがいて、って言って、で、たまたまね、僕も、その、警視からね、こいつひでえやつでどうだこうだって言われて、で、クビにしましたみたいなことを言ってたわけ。で、まあそれは別にね、その彼が雇った人だから、それはね、どうしようかさ、わからないけど、って言って、でも大丈夫なのって言ったら、いや、別の人を頼みましたからとか言ってんのよ。ところがさ、別のやつ頼んでなくて、放置なんだ、船。それで、この、ね、そのフィリピンの、キャプテンを、クビにしてさ、出入りできなくしたってわけよ。それで、そのマネージャーも大体いきさつ分かってて、いや、ね、オーナーの警視に言われたから、彼はね、出入りできなくなってますけど、ね、非常にかわいそうだってわけだよ。で、たまたま連絡先分かるって言うんで、で、連絡してくれたわけ。それで、ね、10日だったら来れるって言ったんだけど、まあ10日だったらもう僕帰っちゃうからさ、って言ったら、もうこの件についてはね、もうはっきり僕は、名誉にもね、かかることだからつって、他の仕事蹴ってね、飛行機で飛んできて来てくれたわけ。それで、6日の日にね、経営と会うので、5日の日ね、翌日ですよ。ね、来てもらって、あ、違う。あ、6日の朝だ。6日の朝に来てもらって、で、その前にいろいろそのね、マネージャーとか、この、その親戚とかの話を聞いてて、で、やり取りをしていく中で、聞いてみたらさ、その、いろんなトラブルがあったのね。それは全部お金なんですよ。で、うちは、この経営に対しては、ね、前渡し金で、ね、多額なお金渡したわけ。最初600何十万かな渡して、その後に不足するって言ってさ、ね、さらにまた追加でお金、渡してるわけよ。そしたらさ、そのお金どこ行ったかわかんない。それで、発注したね、仕事、うちは、一切、その、遅延しないで、送金っては、その、刑に対して払ってるわけ。だから、こっから先は払ってないんだよ。で、さらに、ね、ヨットクラブの会議までさ、滞納しててね、3ヶ月か4ヶ月。で、最近なんかやっと払われたみたいな。ちょっとさ、オーナーとして恥ずかしいよねってなって、で、その6日の日ね、10時に、その、刑事を呼んでたんだけど、来ねえんだよ。それで、どうしようかなっていうことで、で、いう話になって、で、マネージャーの方が、まあ、来なきゃ来ないでしょうがないから、手続き取るしかないですね、つって、で、その手続きを取って、で、それをね、その近くの弁護士のサインがいるんだって言うんだよ。で、またそのサインを取りに行こうって段取り取って、もう遊びとこじゃないんで、もう、とにかくね、そのね、そのトラブルの処理で、もう、ね、二日間かけてさ、やって、それで、じゃあ船の現地確認しに行こうって言ったら、中に嫌がるんだよ、そいつ。バカよ、お前。朝10時にお前、フロントにこいつだろ、つってさ。だから、いやいや、ちょっとうっかりしてました、みたいななってて。で、もう、鉢合わせなんで、その、もう、ね、首切った、ね、自分が悪と言ってた、そのね、いわゆる、今のね、うちが雇った船長ね、フィリピンの船長と、もう鉢合わせにして、で、マネージャーと、僕とその親戚と、ね、で、今までのことをわーっと話してたら、結局、こいつは認めたわけ。で、だお前も、もう、それだったらね、もうこれ業務上の横領と、ね、背任と一緒ですと、いうことで、ね、とりあえず、まあ、解雇だと。ね、で、とにかく、解雇とは別にうちの社員じゃないからね、業務委託でやってたから、もうお前とかね、もうやめて、で、彼にもう任せることしたから、つって、で、荷物まとめろ、つってさ、で、その日のうちに全部荷物まとめて、で、出てってもらった。で、もうそれで、その日のうちに、ね、弁護士のとこ行って書類をね、作ってもらって、で、ね、そのハンコもらいに行ったら、ちょっと弁護士が、なんか、この日はなんかね、一週間くらいなんか休みらしいんだよ、その、フィリピン全体が。
で、しょうがなくて、その、マネージャーに委託して、委任状出して、で、後からね、その書類もらって、手続き取るってことで、取って、どうも、警視の、その、ね、出入りのカード、ね、は、もう剥奪ですよ。それで、さらにその、彼女のカード返せっつって、でも、当然、出入りできなくしてあげてね、でお前、どういうつもりだったのこれっつったら、で、いよいよ、メイドですよ、とんだ。船のね、維持、ね、維持するのに、掃除とかをメイドを頼むことは普通なんですよ、言うわけよ。おめえ、ボートボーイとね、メイドと話違うだろ、つって。で、もう、ね、わかってんだと。あんたも彼女ってことはもうわかってんだから、ね、そんないちいちね、もう言い訳すんじゃねえ、つってさ、したらもう黙っちゃってね、認めたわけよ。でさ、なんか気持ち悪いじゃん、そいつと、その彼女とね、うちの船でさ、なんか、ね、まあ、なんかイチャイチャしてた感じ気分悪いかも、全部内装買い替えろ、つってさ、今、ね、まあ、弱ってたとこもね、直したり、あとさ、ね、その、この、まあ、リビングみたいな部分があるのね、ちょっと大きい。起きてあって、まあ、船の中だからね、あれだけど、そこのさ、ところの、木がね、もう、腐っちゃってさ、で、それも放置ですよ。で、さらに、なんか、シロアリみたいなのがいて、で、こいつがやばいってことになって、で、気がついたからよかったけど、あのまま置いてたら大変なことですよ。で、船もね、億単位で金かけてるわけだからさ、これ、ね、どうしてくれんのって話じゃない。で、もう、まあ、そんなことがね、あったわけです。だから、本当は、ね、ファミリーで一日は、のんびりとね、船で楽しんで、で、その後に、帰国のスケジュールを組んで、で、まあ、だいたい4月の初めからね、こっちで事業計画っていうか、まあ、儲かりしないんだけど、ね、お客さん乗っけて、なんかね、そういう楽しもうなんていうようなことで、段取りがもう全部できてるのに、いきなりこの、ね、瞬間に全部パーですよ。で、結局じゃあどうしたかっていうと、たまたまね、この、僕フィリピンって今回初めてなんですよ、行ったのはね。で、まあなんかタイとかアイとかね、行ったことあるんだけど、食事なんかもフィリピンは日本人の口に合うんだよね。で、さらに、まあ物価的にも、まあ日本とそれほど変わんないくらい、ちょっと安いくらい。まあ、人件はうんと安いけど、物価も、まあ、レストランで食ってる感じでいくと、まあ、日本よりちょっと安い感じなんですよ。お、だから、お、いけるじゃんと。さらにさ、何が気に入ったかっていうとさ、そもそもね、スービックベイヨットクラブって、もともとね、アメリカがそこ占有してて、で、そこをリゾートに開発したとこなんですよ。だから、もう、設備が半端じゃなくいいわけ。で、レストランの食事も美味しいし、ね、宿泊施設もちょっと古いけど、まあ、そこそこ、グレードが高くて、だいたいどこだろうね、一番、日によってさ、なんかね、予約がいっぱいだったからこう移動したんだけど、一番最初に入ったのがもう、なんだ、ロイヤルスイートかな、200平米くらいですよ。まあ、60坪くらいの。ね、部屋で、もう、最高なんだよね。それで、日本と違って、一人いくらじゃなくてさ、一部屋いくらじゃん。だからね、計算、今ちょうどね、計算してみたんだけど、5日間、3部屋借りて、ね、まあ、部屋によって値段違うけど、32万円くらいですよ。だから、安いでしょ？ね、意外にこれだったらさ、いいなってことで、ましてこの海ね、例えば、うちのヨットなんかもさ、例えば、横浜港の方に入ってくるとさ、やっぱりどうしても、水質が悪いからね、汚れが目立っちゃうんですよ。で、ね、やっぱりこの、城ヶ島の方に置いとくと、まあ、城ヶ島とか、三浦の方に置いとくと、まあ、多少綺麗なんだけど、まあ、フィリピンもっと海綺麗だから。で、まして、いろんなね、ところに島々があって、これは楽しめるなと思って、で、うちの奥さんに言ったら、そうね、しばらくじゃあ、フィリピンに来ようか、みたいになったんで、とりあえずね、船はもう向こうで、置いて、で、国籍もね、まあ今日本の国籍なんだけど、しばらくの間ちょっと国籍変えようなんていう話になってて、ですから、まあ、もし皆さんご利用いただくなら、ですね、言っていただければ、
まあ、マニラじゃなくてね、スービックの近くに飛行場もあるんですよ。で、そっちはね、成田でしか行けないのね。で、羽田からだと、やっぱマニラになっちゃうんで、マニラからだと、車で3時間半くらいかかるんですよ。うん。で、だからそう考えると、そのスービックの近くのね、空港に降りて、そこから1時間くらいなんで、だから、そこに降りたら、ね、現地のその、ね、親戚が、ね、もう、全部、面倒見てくれるみたいな感じにして、で、ホテルの予約から、送迎ね、なんかも全部やることにしたんで、比較的ね、楽しめると思いますよ。で、船はね、こちらで三浦でやってた時は、3時間で20万円いただいてたのね。で、でも、人数としては、そうだね、楽しむには15人くらいかな。15人くらいで楽しむと、なんかそこそこ、ゆとりがあるんだけども、38名まで乗れるんだけど、まあ、とりあえず15名くらいで楽しむと、ね、割り勘にしたら大したことないじゃん。うん、で、それを、フィリピンの場合は、まあ、丸1日ね、で、一応日本円で20万円くらいの設定にしてやれば、結構非日常的な、その楽しみ方ができるんじゃないかなと思っていて、で、まあ、今そのマストのね、一回直したモーターがさ、また放置したことによって、ね、また壊れちゃったんだよ。で、今これを修理するか、また新しいモーター、なかなかもうね、古い部品なんで、それを今ね、見てもらってるんだけど、それができれば、今度、マストも、セールもね、ちょっと、作ったセールがもうだいぶ傷んじゃってて、で、まあこれのね、セールの、もう、こっちで張り替えるより、向こうで張り替えた方が安いんで、とりあえず向こうでね、今制作頼んでるんですよ。だから、この一週間でね、その部材のあっちゅうから何からさ、全部打ち合わせしながらね、やってきて、今もこのね、ネットで、やりとりできる、やってるんだけども、多分7月くらいには、完全にね、セーリングができるような状態になって、さらにもうデッキから何か全部、今、ニス引きやり直してるから、もうすげえ豪華なね、ヨットになると思うんですよ。そういう風な形で、皆さんもね、言っていただければ自由に使えるように、しますので、何かね、ツアーで、例えば10人とか、10人くらいで行くのが一番いいんじゃないかな。うん、そしたら、レンタカーからないからね、あと、15人くらいだともうバスをね、雇わなきゃいけないから、まあそういうのも一応、ね、手配してもらって、で、もう、ツアーガイドの方は、まあ結局、二人で、ね、1日2万円くらい、で、現地の言葉使えるし、日本語も使えるね、やつを雇えばいいわけで、そうするとね、なんていうかな、ちょっとしたツアーでもそんなに高価な金額にならないから、まあ、ぜひね、そういうのも使っていただきたいなと思います。まあ、お問い合わせっていうか、どうしようかね、問い合わせとかあれは、また、よかったら、このコメント欄に書いておいていただければ、ご連絡方法なんかもお教えするようにしますので、7月以降ね、まあ、特に日本の秋あたりから向こうってすごいシーズンいいじゃん。でね、沖縄もさ、一回考えたんだけど、ちょうどいい時期に台風じゃんさ。ね、だから、あと、一年中暖かいわけじゃないよね。で向こうはさ、もう一年中、ね、夏なんで、プールも使えるし、まあ、これだったらね、飛行機でだいたい、マニラまで3時間半くらいでしょ？で、多分スービックまででも同じくらいの時間で行けるはずなんですよ。そうしたら、ね、沖縄旅行とあんまり変わんないじゃん。だったら、そっちの方がいいんじゃないかな、ってことを、急に思いついて。そういう、形にしました。ということでね。まあ、また次回、7月くらいね、家族でまた行ってみたいなと思ってるんですけど、皆さんもね、ぜひそちらの方も、ちゃんと、ライセンス関係もね、しっかりと整備するようになってますから、まあ、よかったらね、使っていただきたいなと思います。ということで、またね、何か、ご質問とかね、ご意見とかね、コメント欄に入れておいていただければありがたいなと。で、またね、今日初めての方は、ぜひチャンネル登録してない方はチャンネル登録をお願いしたいと思います。それではまた。